性的少数者について学ぶセミナーが山形市で開かれました。多様性について理解促進を図ろうと県が主催したこのセミナー。今日は誰もが自分らしくをテーマに日本 LGBT 協会の清水博人さんが講師を務め、オンラインを含めおよそ120人が参加しました。清水さんは女性として生まれましたが、18歳の時に性同一性障害と診断され、21歳で性別適合手術を受けています。そして現在は戸籍上男性として生活しています。親にすら言えない、1割程度しか言えてない、もうこれが現状です。親に代わって聞いて理解して傾聴できる、そういう大人がやはりまた求められています。こちらに示したように、次回のセミナーは来月21日に行われます。